住民課の森です。より多くの市民の皆さんにマイナンバーカードのメリットと安全性について知っていただくため、今回説明動画を作りました。ゆっくり解説でおなじみのレイムとマリサが分かりやすく説明します。解説の一部を少しご覧ください。それじゃあ今回はマイナンバーカードのメリットと安全性について説明するぞ。ゆっくりしていってね。まずはメリットだ。霊夢はマイナンバーカードを保険証として使えることは知っているよな。このように質問に答える形で解説を行っています。動画本編は伊賀市公式 YouTube で公開していますので、画面右下の二次元コードを読み取ってぜひ全編をご覧ください。次に個人版マイナンバーカード出張申請受付についてご案内します。個人で市役所まで行かなくてもご自宅でマイナンバーカードの申請手続きができるようになりました。申請予約は1人から受付します。カードは自宅で本人限定受取郵便や簡易書留郵便で受け取ることができます。ただし出張先は住民基本台帳法上の住所に限ります。実施日時は平日の午前10時からと午後2時からで、1日2組限定です。出張料や顔写真の撮影は無料です。出張申請受付ができる人の条件は次の通りです。 1. 申請者本人が住民基本台帳法上の自宅にいること。 2. マイナンバーカードを受領するため自宅で郵便による受け取りができること。本人確認書類の氏名、住所の記載が最新であること。 3. 出張申請日から2ヶ月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと。 4. 外国人の場合、出張申請日から2ヶ月以内に在留期限を迎えないことです。申し込みは住民課マイナンバー係で随時受付していますので、電話でお申し込みください。また最近マイナンバー制度を語った不審な電話や訪問などの報告があります。伊賀市からいきなり約束なしにご自宅に訪問したり電話することはありません。約束なしの電話や訪問がありましたら、警察相談専用電話または消費生活相談専用ダイヤルにご相談ください。警察相談専用電話#9110または059-224-9110、消費生活相談専用ダイヤル#188または22-9626、平日午前9時から午後4時まで。個人版出張申請受付について詳しくは市のホームページをご覧ください。なお地域や会社等に伺う出張申請受付も実施しています。出張申請受付の条件は個人の場合と異なりますので、詳しくは電話でお問い合わせいただくか、画面の二次元コードでご確認ください。マイナンバーカードに関するお問い合わせは住民課マイナンバー係電話 41-2355、ファックス 22-9643 までお寄せください。以上、住民課からのお知らせでした。